ドン。 Hey guys, my name is わさもんナイスとうみいちゅう。改めまして、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはパリピ孔明第7話、天下太平の計ボル1です。読み方合ってんのかな、これ。天下太平だったと思うんだよな。で、K でいいよね、多分。だったと思うんだけどな。間違ってたら なんて読むのか教えてください。はい、ということでね、まず前回のおさらい、第6話ですね。最近ラップって流行ってんの？なんか他の作品でも、ラップをね、いろいろやってましたけれども、壁大臣が無事仲間入りをしました。で、まあ、当初っていうか、一番最初の目標は、まず栄光をこう有名にするっていうかね、世界的な場に出す。だから、私、孔明を存分に使ってくださいっていうのだったんだけど、途中でね、栄子さんを売るには、じゃあ、どうしようかって考えた時に、ラッパーがいるっていう風に考えが変わったっぽくって。で、そこでね、こう、いろいろ探してて、壁大臣と出会い、壁大臣とフリースタイルバトルを。孔明もすっげえうまかったからね。ありえんぐらいうまかったからね。ぶち上がったね。面白かったよ。だから、まあでも今回は、だからそっから壁大臣と、栄子とっていうのがあるんだけど、まあまだね、オープニングで出てないキャラクターとかもいるから、それがどういう風に絡んでくるのかなっていうのも。まあ楽しみにしつつね、今回の第7話も見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、どうなるのかしら。なんかやたら鼻の下がかゆいな。ああ。はい、それでは、アベマ TV で再生していきます。3、2、1。スタート。かゆい。はあ、ほう。渋谷の地でも怒っていた。これすごかったよね。ヘイホー、壁が覚醒する。もうこれは完全に壁の勝利よ。そうか、そうよね、確かに。あ、言ってたんだ、天下太平。そうそうそう。ヘイホー。そうだよ、こっからどうすっかだよ。なんか鼻が気持ち悪い。これなんか YouTube で歌詞あったんだけどさ、最初のさ、なんかちゃんちゃんちゃチキチキバンバンみたいなところがさ、愛とか悲しいみたいな感じだったりとかして、わ、すっげえなんかちゃんと考えてんだなーって思うけど、改めて歌詞見るとマジで意味わかんねえんだよな。やっぱちゃんとしてるっちゃちゃんとしてるんだけど、おたけには向いてねえけど、BPM はすげえやりやすいよ。これぐらいゆっくりなやつの方がやりやすいよね。
さてさて、本編開始。なるほど。あ、そうじゃん。10万いいねをいるんだ。天下太平の刑ボルワン。だって孔明だもん。資料一つの投稿に10万いいね。響くね。20日、はあ、アイスボーン、サレジオ帝国、アザーリエ、まだ、なんでよ。あら、下がっとるよ。ほう。はあ。なんで。オープニングの人たち、キータイム、あらあらあら、え、大丈夫？ 3 日で10万も集まる？お前どこでそんな言葉を覚えた？壁が抜けたよ。は？なんでよ。解説の人、ああ、うん、これ？カッコ仮じゃん。アレンジャー。
天下太平の計ボルワン。民草結構言ってるよな、民草。まあわかんねえよな、民草っていきなり言われても。お、関鳥羽カンフーさんと決着をつけるか。我々にも1、2、3。はあ、なんだろう。プリプリンを2つ買うべし。はあ、なんで？どういうこと？どういうこと？なんで？ああ、よくない。よくない。ほー怖え怖え怖えよ。わかんねえよ。お、バレてる。ストロングブースト。ああ。え、こんだけで。あら。かっこいいよ。うーわ、こーわ。メンメンマ。なんかかっこいいな。え、超すげえ人やん。超すげえ人やん。
どのキッド？怪盗。マネージャーになってる。あら、やべえぜ。うーわ、そんなすんの？でプリンか。いや嘘だろ、合うのかよプリンにメンマって。でっかでっか、プリプリンそんなでかかったの？はあ、いやまあでもいい、これこれでいい、こっからよ。お、なんでマリア・ディーゼルのこと知ってんだろう。そうしたら孔明から聞いたんかな。頼むぞ。やっぱダメか。え、もうこんな経ってんの？早いって。
これで路上ライブかな。うん、そう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 、これ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 、場所も決まっとるやん。こんな多いの？歌う人、ハチ公の前って。この人、この人あれじゃない？この3人組の真ん中の人やね。なんかそんな気がするんだけど、えらい人が泊まるな。にっこり。ななみ、ほらほら、絶対やべえやつやんこれ。増えとる増えとる、ななみの声。どこ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 、もうこれやばねえか。
あ、ほら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 、なんか追加されてんじゃん。ああ、読めねえ。読めねえ。なんて読むの？あの人の名前。英語の人。おお、すげえ。おお。じゃあ確認しようぜ。ハリウッド製音鳴らせパーリーないのもうライライライみんなで。あれ、山村響さんっていうの歌の人やねっけ。なんかイメージそうなんだけど、俺歌すっげえ歌の人のイメージがあるんだけどな。福岡県出身。あ、響くだ。山村響くさん。ああ。うん。でもなんか歌違ったよな。あ、ほら、歌唱違うじゃん。なんて読むの？レゼル。読めねえんだよ。字が読めねえ。ごめん。マジで字が読めないから検索するわ。なんて読むの？この人。レゼルって言うんだ。へえ。なんか今レゼルって検索したら歌い手ってサジェスト出たけど、どういうこと？レゼル歌い手。レゼルさんは何？黒猫と同じような感じ？ニコニコでやってた人なの？俺この人わかんねえんだ。なんかねえか？エイベックス。超すげえじゃん。あ、新人アーティストって書いてあるんだ。ほえー、すげえんだ。なんかちょっと知ってる人なんか書いてください。僕はちょっと、わかんないです。やば、すご。そう、マジ。でもこれあれじゃない？あのオープニングにね、映ってるあの、なんつったっけ名前。アザリエだったっけ。絶対似てんだけどな、これ。真ん中でしょ？そんな感じしない？うん、アザリエだね、やっぱ。アザリエ。やば。楽しいエンディング後でもう一回聞こう。いや、でもなんかあれだったね。孔明の占いでは、なんかあんまり良くない流れなのかな。なんかの交わりがうんぬんみたいなこと言ったけど。歌うめえと歌うめえが一緒にやったらそりゃすげえことにはなるけど、好敵手って言いよったもんな。
やべえぞこれ。これ想定外だったんじゃねえかな。まあでもね、壁対人も A 子もさ、今やる気を出してるところだからさ、どうにかうまくいってほしいんだけど、これだけがどうも引っかかるよね。まあでもよかった、次回が非常に楽しみです。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、皆さんの思ったことあればコメントよろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、パリピ孔明第7話、天下太平の刑ボール1でした。ありがとうございました。だらね。